はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数3の極座標と極方程式丸6をお送りします。で、この章の最後の動画です。まあ、後でね、また足すかもしれないんですけど。で、最後は、問題2もやっていきますので、まずね、ここで一回動画止めていただいて、チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、ちょっと不安なのとか、わかんないのがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よっしゃ、行きましょう。で、この2問はですね、図形の極方程式を求めていきます。で、まあ、極方程式、図形といっても、両方、今回直線なんですけど、で、まず1番が、極座標が4の4分の 3π である点 A、つまり A がこれね、の時に、直線 OA に垂直な直線、A を通って OA に垂直な直線を求めなさいという問題。でですね、このタイプの問題なんですけど、基本的には図形を書いて勝負していく問題がすごく多いです。だからこの問題もね、まず図形を書いていきます。で、2番がやたら板書を取るので、ちょっとちっちゃめに書くんで、見にくい方ね、パソコンの方は全画面表示で見てみてください。で、 A が、4分の 3π 135度なんだよね。つまり第二象限使うから、4分の 3π この辺でまあ置いときましょう。ここ A ですね。で、何表してるかっていうと、長さが4、つまりここ極 O からの距離が4です。ここ4ね。で、こっからここまでが4分の 3π を表してます。極座標はね。で、A を通って OA に垂直な直線だから、まあ、こんな感じかな。今書いたこの赤い直線、こいつの極方程式を求めたい。いいね。で、流れとしては、まず P を置きます。その直線の上に。で、途中式を書くんだったら、まず一言ね、言っときましょう。直線上の点を P、いつも通りですね、Rθとすると。で、こう書くことによって、まあ、P を好きなところに置けます。で、どこにしようかな。見やすいから、こっちの方が見やすいかな。ここにじゃあ P を持ってきましょう。いいかな。で、そしたら O から P まで線を引いてください。こういう感じで。で、何表してるか、これがね、ここ今引いた長さが R です。Rθ だから。半径 R ね。で、θ が、こっから今引いたここまでが θ になっております。もう完全に図形で勝負してるでしょ、ここまで。で、あとは、大体使うのが直角三角形で最後、勝負を決めるというパターン。で、今回、ま、一個しかないんでね、ここですけど、ここに直角があるんでね、この OAP か。これ直角三角形になってます。で、ちょっと出しましょうか。まあ、こんな感じになってて、この長さが R。ここが4ですよね。で、あと、ここのね、角度が欲しいんですよ。まあ、このね、周りでね。で、今どう出すかっていうと、図で、またこれ見ていきます。さっきやったように、こっからここまで4分の 3π なんです。じゃあ、それから、今引いた θ の部分、ここをさ、引いてあげれば、中残りますよね。つまり、ここは4分の 3π から θ を引いたものって表すことができます。そしたら、昔やったあのコサインのやつですね、直角三角形あったら C を書くように、こうやって C を書くように、まあ逆 C だけど今書くようにすれば R 分の4イコール間のコサインができますね。つまり R 分の4間のコサイン4分の 3π マイナス θ とこうなります。で、あとこれまとめていくんですけど、で、このコサインの中は基本的には θプラス、θ、マイナスに持ってきたい。ちょっと綺麗じゃないのね、この形が。で、変えます。で、この変え方楽で、コサインの場合は、中の符号を変えて OK です。つまり、マイナスをかけてしまって、コサイン、θ、マイナス4分の 3π とすることができます。で、これはなぜかっていうと、ちょっと懐かしい知識が出てきますけど、コサイン θ っていうのは、コサインマイナス θ と一致します。単位円書いて、
コサインは X 座標ですよね。ここシータってした時に、コサインシータの X 座標はここになります。で、コサインマイナスシータはそれの下の部分だから、ここだよね。それの X 座標は当然同じです。だから、X 座標を考えてるので、別にマイナスつけても大丈夫だよっていう。サインだとダメなんだけどね。だから、マイナスかけて中身変えちゃって OK。で、今 R 分の4だったでしょ。これ両辺 R かけて、こっち消える。で、こっちに R がくっつくから、R コサインカッコシータマイナス4分の 3π。で、ちょっと右、ね、右辺のサイン入れ替えますけど。イコール4。でして、これで終了となります。こんな感じで、ぜひね、やってみてください。で、2番で使うから、ちょっと消しますね。で、2番はなんで板書を使うかっていうと、接線求めたいんですよ、円の。円の接線って、2本あるでしょ。だからね、2つ求めなきゃなんです。よし、じゃあ行きましょう。基本的な流れは同じなんですけどね、ちょっとね、めんどくさいのが入ってきます。で、中心が極を半径1の円で、こいつから引いた接線求めます。じゃあ行きましょう。ちょっと大きめに書こうか。違うな。違う違う。第一象限が大きめの方がいいね。半径1。ちょっとフリーハンドでごめん。こんな感じかな。1、1の円があると。中心極だからね。で、2の6分の π がどこかっていう話なんですけど、まず2倍なんで2でしょ。それを6分の π、30度上げてるのですけど、これね、高さがね、1のとこと同じになるんですよ。だから1本目の接線こっちから求めるんですが、ここの線で真横になるんです。はい、僕の線が真横になんなかったですけど、まあ許して、これが今求めたい接線の1本目になります。いいかな。で、一応出すから、なんで高さが同じかっていうと、これここにあって O から引くじゃないですか。で、今これは長さが2なんで、今引いた長さ、ここが2なんですよ。で、ここが6分の π になります。つまり30度ね。で、これ、垂線ここにピーって下ろしていくと直角三角形できますよね。そうすると、30度、90度なんで、60度なんで、三角定規になるんですね、ここちょうど。で、三角定規って1対2対ルート3じゃないですか、長さが。だから、1対2対ルート3でもろ2だからさ、ここ1なんですよ。つまり高さ同じなんですよね、1っていう。まあ余談ですけど。で、こうなります。で、この後に今青を求めたいと。で、同じです。直線上の点を P、R シータとして、まあ P を置きます。基本的に離れたところに置いた方が分かりやすいんで、こっちに置きましょうか。P って置きました。そしたら O から P に線を引きます。で、どこの直角三角形で勝負するかっていうと、ここで勝負します、今回は。で、さっき引いたように O から P までは R です。今 R シータって置いてるからね。で、ここの長さは1です。半径だから。で、あと欲しいのはやっぱり間の角、ここです。ここが欲しい。で、どう出すかっていうと、今 P をここに置きました。ということは、見にくいかな？大丈夫かな？こっからここまでがシータなんですよね。ここは R シータだからさ。シータから、ごめん、声が。シータから、この部分を引き算すれば中残るじゃないですか。今引いたここの部分ってちょうど90度、つまり2分の π ですよね。だからこの部分はシータから2分の π を引いたものと考えられる。で、同じです。 C を書くように R 分の 1C を書けば R 分の1イコールコサインシータマイナス2分の π。で、両辺 R かけて、まあ、左辺と右辺入れ替えますけど、R コサイン。これ、カッコの中がね、いい形になってるんで、このままいきます。1と。なって、これで、1本目。真横の方が終了となります。でね、こっちはいいんすよ。こっちはいいんだけどね、もう1本がめんどくさくってことで、これ。ちょっと大きめにいこっか。ごめんね。これ、ね、図でね、みんなに伝わりやすく書きたいんだけど、どこに書こうかな。最後計算の部分入りきなくてごちゃごちゃしたらごめんね。ちょっとここ図でうまく伝えたい。ちょっと大きくします。で、この辺からか。これが2の
6分の π ね。で、半径1でございます。で、もう一本の接線はこの右下に引いてきた。あーごめん、ここ接点にして。こいつです。これを求めたい。で、基本的には、さっきはね、出さなくてもいけたんですけど、接点の極座標が欲しいんです。接点。で、つまり接点だから、ちょっとこれね、図が悪かったけど、ちょっとごめん、ごまかすよ。ここ、長さはさ、半径だから1なんですよ。1ね。で、あとは、こっからここの角度が分かりたいんですね。で、これを求めたいんですけど、これどう出すかっていうと、これ多分ね、俺はこうやってやったんですが、多分もっとね、やりやすいのもあるはず。ちょっと周りくどい説明で申し訳ないんですけど、自分それでしか解けなくって、許して。今こうやって引きます。その時に、この三角形、直角三角形と、この直角三角形って合同なんです。なんでかっていうと、直角三角形ですよ、それぞれ。これ、斜辺共通で、他の一辺、一で同じだから合同なんですよ。で、そうなると、ここもともと、ちょっと矢印書かなくてごめん。これ30度でしょ、ここ。30度上がってるから、6分の π だからね。で、ごめんよ。ここ90だから、ここは60ですよね。これ普通にさ、90から30引いて。60ってことは、当然合同なんで、ここも60ですよね。同じ部分だから。ってことは、60から30引けば、この部分は30ですよね。いや、もっとね、多分割り数であると思うんだ。ごめん、俺こうやってやっちゃったんだ。だからそこ30度なんですよ。で、30度沈んでる。よく言う、マイナス30度ってやつ。ただし、表し方はこの回転で持っていきたいので、330度分です。30度沈んでるけどね。330度ってのは6分の 11π なんで、ここは接点こうなります。1の6分の 11π。ってなる。で、これを出しておいた上で、で、このさ、接線、これ求めたいんで、同じように P を置きます。また外側に置きましょう。P。で、O から P に線を引きます。で、勝負する直角三角形はここです。ここで勝負する。ここが R です。ここは1です。だからさっきと同じで、ここが欲しいんですね。角度が。で、これもですね、もうちょっと回りくどい気がするんですが、ちょっとこうやって出したんで聞いてください。今、ここ P 置きました。ってことは、ちょっと赤使います。スタートから、ここまでがシータなんですよ。R シータって置いたから。これ全部一周で 2π、2π だよね。360度だから。2π から今のシータ、赤のところと、ここ30度って分かってるから、6分の π ですね、30度。6分の π の分を引いてあげれば、間残るじゃんって考えたんです。自分はね。つまり、上でいいですか。2π からシータ引いて30度分、6分の π を引く。ってなると、マイナス、シータ後ろからだった。6分の 11π マイナスシータになります。そこの角度がね。で、そうなれば、あとは C を書きます。こういう感じで。R 分の1と同じですよね。で、右でいけるか。よし。R 分の1イコール、コサイン、あいつ。6分の 11π マイナスシータだけの右入っている。OK。で、さっきやったように、コサインの中身なんで消しちゃうかな、指で。よいしょ。あー、ごめん。コサインの中身はね、符号を変えれるので、まず変えちゃいましょう。R 分の1イコール、コサイン、シータマイナス6分の 11π。で、実はですね、これ、ちょっと問題集から取ってるんですけど、2番に関しては。自分こうやって解いたんですよ。あ、OKOK。で、あと R かけてさ、よし、終わったと思ったら、コサインの中身が違ったんですね。で、何を変えるかっていうと、これ6分の 11π っていうのは330度なんですよ。マイナス330度っていうのは、表すと、マイナスだからね、こっちで330度来たとこなんで、つまり30度のとこと同じなんですよ。マイナス330度だから。つまりプラス30度だから、これプラス6分の π と同じになります。中身が。で、それで書いてあったのね。で、どうしてもなんか納得いかなくって、その、まあ、専門の人、まあ、友達にね、聞いたんですよ。そしたら、あ、そっちの方が美しいからって言われました。らしいです。なんか、聞いたとこによると、この中身、だから変えるとね、今言ったように、シータプラス6分の π。マイナス330度をプラス30度に変えるってこと。で、両辺 R かけるから、R コサインにして、R コサインにして、イコール1。両方答えです、この2つが。えい。ってなる。
で、その、この π の部分は0から π、つまり0度から3、180度の範囲で書いた方が美しいらしいです。ただ、その人が言うには別にマイナス6分の11で書いても罰にはならないと思うけどね、とは言ってたんですが、ちょっとね、はっきりした確認が取れなかったので、それは申し訳ない。ちょっと曖昧になっちゃうんですが、ごめん、曖昧になっちゃうんですが、ひとまず解き方はこんな感じになりますので、よかったらね、参考にしてみてください。では、今回は高校数学数3の極座標と極方程式丸6をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。で、この章はこれで最後です。で、次からね、新しい章始まりますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。